イギリスの飛行場における C-47 の隊列マーケットガーデン作戦は第二次世界大戦中の1944年9月に行われた連合国軍の作戦。連合軍がドイツ国内へ進撃する上で大きな障害となるオランダ国内の複数の河川を越えるために空挺部隊を使用して同時に多くの橋を奪取する作戦であった。 またこれは同時にオランダの港湾施設を使用可能状態にして補給線が伸びきっていた連合軍の兵坦問題を解決する上で重要な作戦でもあった。連合軍は途中の内面編のライン橋の占領までは成功したものの空挺降下計画の稚拙さと強引さ、補給の途絶など悪条件が重なり損害が予想以上に拡大した。 作戦の最終到達点であったアーネムの最後の橋はイギリス軍の第一空挺師団が壊滅するなどしたために確保できず作戦は失敗に終わった。ノルマンディ戦以後負けなしの進軍を続けていた連合軍はこのつまずきによって進軍速度を大幅に落とすことになった。平坦問題を強引に解決するための請求な作戦だった上に 空挺降下地点であるアルンヘム周辺にドイツ軍の有力な実戦部隊である第 9SS 装甲士団や第1、降下両兵軍などが一時駐留していたという風運も重なった。対するドイツ軍も連合軍の空挺降下を予想してはいたが、初期の混乱などから従前に対処できたとは言い難く、連合軍の不手際に助けられて、かろうじて撃退できたと言える。本作戦で、 連合軍は最終目標こそ達成できなかったが、スヘルで川北岸地域に至る重要なルートを確保し、スヘルでの戦いの成功につながった。ノルマンディ上陸作戦後の1944年8月、ファレーズポケットなどでドイツ軍に大打撃を与えた。連合軍は、それまでの停滞した戦線と異なり急速な進撃を開始した。 8月25日にはパリを奪還、9月4日にはイギリス第21軍集団機関のカナダ第1軍がベルギーのアントウェルペンを奪還していた。しかし、この進撃速度は計画を大幅に上回るものであった。当時の連合軍の補給物資はコタンタン半島の先端の港湾シルブールかノルマンディの上陸地点を経由しており、 イギリス海峡に面した他の重要な港湾は、例えば1945年5月の降伏までドイツ軍が保持していたダンケルクのように撤退が間に合わず取り残されたドイツ軍が占拠しているか、あるいは撤退するドイツ軍によりクレーニやデリックなどの港湾施設が破壊され荷上げ作業ができない状態にあった。連合軍の核部隊はその補給路の長さから来る燃料、 物資の不足に悩まされることとなり、9月初旬には、進撃が停滞した。このため、イギリス海峡に面した港湾を確保し、新しい補給路を構築することが、早期進撃再開のために必要と考えられた。アントウェルペンは、世界有数の良港であり、クレーンなどの港湾設備が残存していたため、連合軍にとって、 イギリス海峡に面した新たな補給拠点になる重要な候補であった。しかし港湾設備の大半はスヘルデ川を遡上した内陸にあり、また内水への航路上にはまだ機雷が敷設されていたため総会の必要があった。唯一利用可能な河口域の施設はドイツ軍が排除されておらず、港湾としての機能が果たせない状態にあった。 川口域南岸のドイツ軍残存部隊に対しては、カナダ第一軍が相当作戦を展開中であったが、北岸のドイツ軍は手付け数の状況にあり、この地域のドイツ軍を残存させることは、アントウェルペンコ完全解放、ひいては連合軍全体の補給の障害となっていた。連合軍、特にイギリス第二十一軍集団司令官、バーナード・モント・ゴメリー元帥は、 ベルギー・オランダ方面に戦力を集中し迅速なドイツ国内への進撃を行うことがドイツを打倒するために最適であると考えていた。ラインの下流域でドイツ国境を突破しルール工業地帯を打ち通しすることでドイツの継戦能力を奪って年内のクリスマスまでに戦争を終結させるということが彼の主張であった。これには モントゴメリーと連合国内における一番の利競争に絡む名誉の問題、あるいはイギリスは戦争における人的資源の消耗が激しく早期の戦争終結を求めていたことが判断の根底にあったとされる。ただし、モントゴメリーには迅速な作戦遂行の経験が少ないこと、攻撃正面が狭く進撃部隊が比較的小規模になり、 ドイツ軍からの反撃が予想されることから、連合軍内部で反対にあっていた。特に連合軍最高司令官、ドワイト・デーアイゼンハワー大将は、ベルギー・オランダ方面だけではなくソ連の東部戦線を、含めた全戦線で攻撃をかけることにより、ドイツ軍からの反撃を抑える方法を主張していた。そこで最高司令部は、モント・ゴメリーに対して、当初スヘルデ側、 川口域北岸のドイツ軍駐留部隊の排除のみを要求していた。しかし、9月8日に V2 ロケットによる初のロンドン攻撃が開始され、事態は大きく変化する。V2 は超音速で飛来するため、当時の技術では迎撃不可能であった。つまり、V2 の攻撃を阻止するためには、発射基地を破壊するしか方法がなく、そのため拠点とみられたオランダを奪還する必要が、 生じた。なお、V2 に関する技術情報は事前に入手されていたことから、この推測には相応の妥当性があり、また実際に V2 はハーグを中心としたオランダから発射されていた。翌9月9日、連合軍最高司令部はオランダの奪還を決断した。作戦地域には多くの河川があり、迅速な進撃のためには、橋梁の確保が必須条件となった。 そこで複数の橋梁を同時に確保するために空挺部隊を投入することとなった。作戦参加部隊は第1空挺軍及び A 第30軍団であった。内命編への降下状況計画は2つの作戦。第1空挺軍の降下によって、ルート上の主要な橋を確保するマーケット作戦及び A 第2軍の第30軍団が先頭に立って、 国道69号線に沿い三内市4日で、ドイツオランダ国境付近まで北上するガーデン作戦からなった。ニーダーライン側を越え北岸の町、アーネムまで抑えれば、ジークフリート線を完全に迂回して、ドイツ本国への進撃路を確保することができる。マーケット作戦は、第一空挺軍の5個師団のうち3個師団が投入された。主要な降下地点は、南部からアイントホーフェン。 内命編、アーネムの3カ所であった。米第101空挺師団は、英第30軍団の真北に降下し、アイントホーフェ編の北東ゾーンとフェフヘルの橋を確保。米第82空挺師団はさらにその北東、グレーブと内命編の橋を確保することとなった。最後に、英第1空挺師団とポーランド第1、独立パラシュート旅団は、アーネムの鉄道橋と道路橋を確保するため、 作戦地域の北端に降下することとなった。アイント方ン地区に架かる橋は、運河橋であり、爆破されても公平による仮設が可能であるが、内面編とアーネムに架かる三つの橋は、川幅も広く、内面編の道路橋か、アーネムの道路橋、鉄道橋両方の橋が爆破されてしまえば、作戦は失敗する。マーケット作戦は、 リフツとして知られている三つの大きな作戦のうち三万人を降下させた最大のものであり、歴史上でも最大の空挺作戦だった。A 第一1空挺軍軍団長、連合空挺軍副司令官のフレデリック・ブラウニング中将は前線で指揮をするため自らの司令部を第一陣の降下部隊に加えた。ガーデン作戦は A、第二軍の主力である第三重軍団が行った。 彼らは空挺作戦の開始と同時に国境を突破し、国道69号線沿いに北上、作戦初日にアイント方編の米第101空挺師団に合流し、2日目には内命編の米第82空挺師団に合流、3日目あるいは遅くとも4日目にアーネムの英第一空挺師団に合流すると計画された。さらにいくつかの不評師団を防御任務のために、 空挺師団と交代させ、できる限り早期に空挺師団を他の任務に振り分ける予定であった。空挺兵は基本的に軽不評であるため、対戦車兵器などの重火器を十分に持つことができなかった。そのため、現実には空挺師団が補給なしで戦闘するには4日間という期間は長すぎた。しかしながら、この時点で連合軍司令部は、 ドイツ軍の戦力が壊滅しつつあると考えていた。実際、アントウェールペンからシェルト川川口域南岸のドイツ軍排除に着手していたカナダ軍正面のドイツ第15軍のほとんどは走行車両を持たずすぐに退却するように思われた。したがって A 第30軍団は国道69号線上で限定的な抵抗にしか直面しないと予想された。 アーネムへの降下状況独大15軍の配送は9月前半にゲルトフォン・ルントシュテット元水が正方総軍司令官に着任することでようやく食い止められた。バルターモーデル元水から変わったルントシュテットは2ヶ月前にその職を解任されたばかりであった。ルントシュテットはヒトラーには疎まれていたが彼の復職は前線の多くの将兵を歓喜させた。 部隊はその州内に戦闘可能状態に補充された。具体的には、モントゴメリーの A、第21軍集団の快進撃により分断され、スヘルデ川南岸や大西洋岸に孤立していた、独第15軍の配送兵のほとんどを、連合国に奪還されず放置されていたスヘルデ川、川口北岸堤防から続々と船上げし、カナダ第1軍とスヘルデ川の間のポケットから脱出させた。 これによって、たまたま連合国の進撃予定ルート北西部へ、兵員8万5000人を加えることに成功した。コビュレンツに赴任したルントシュテットは、直ちに国防軍情報部が報告した、連合軍の60個指導に対する防衛計画を作成し始めた。ルントシュテットの着任により、兼任を解かれ B 軍集団司令官の専任となった、モーデル元帥は、司令部を、 アーネムのすぐ西に位置するオースターベイクに移した。B 軍集団はベルギー・オランダ方面を侵攻防衛するための不評が主力の部隊であったが、A 軍集団の事実上の壊滅により撤退中の SS 装甲師団も臨時に統括することになる。また、フランス北部から撤退した第15軍の残存兵力も合流させた。クルト・シュクデント上級大将は、 新設の第一高架両兵軍を得たものの、海岸線の防衛を任されていた第719、不評師団と第176不評師団などを寄せ集めの兵を持って、ベルギー・オランダ国境のアルベルト運河沿いに防衛線を構築することとなった。彼はドイツ空軍高架両兵の創設者であり、オランダ侵攻作戦やクレタ島の戦いを前線指揮するなど、 降下作戦に関して一級の豊富な知見を持っており、また、シュテデントが得た3000名の降下両兵は、おそらく当時のドイツ軍ではほぼ唯一の戦闘即応部隊であった。敗山兵のみと予想していた連合軍将兵は、後に、この精鋭部隊の出現に驚かされることになる。 フランス北部で戦い壊滅した独大85師団を指揮していたクルトチル中将はオランダの橋の交差地点で廃山兵を集め混成部隊を形成した。シュトゥデントはチルの編成した混成部隊を指揮下に置きオランダベルギー国境付近に一斉配備し防衛線としての体裁をとりあえずは整えた。ビルヘルム・ビットリフ新兵隊中将の第に SS 装甲軍団は、アーネム近郊で休養、再編成を行っていた。この部隊は、ノルマンディの戦いとそれに伴う、艦砲射撃、空爆により大きな損害を受けており、兵員は、ノルマンディ投入前の20%また、装甲車両の大半は何らかの被害か故障を抱えていた。ファレーズ包囲戦からの脱出に成功した後、9月の、 上旬までには一部の警備な被害車両の修理が開始された。また残りの車両の下半はドイツ本国での修理のために過車積載を開始していた。SS 師団の装甲車両はオランダ各地の防衛のために戦闘団へ引き抜かれ再編された。そのため師団はさらに弱体化していた。第 2SS 装甲軍団は西部ヨーロッパにおける 空挺部隊からの進行を撃破するために1943年に編成された部隊であり、過去に第 9SS 機構師団は空挺部隊の着陸を阻止する実弾演習を行っていた。アルベルト運河沿いに配置された兵士の多くから対岸の連合国車両が夜間まで頻繁に行き来している状況が報告されており、近く大規模な進行作戦が展開されることが予想されたが、 それが具体的にどのような作戦であるかは不明であった。ドイツ軍の動静に関するいくつかの情報がオランダから報告され始めた。しかしながらこの時点で計画立案は最終段階にあり、そうした報告書は原則無視された。偵察機による航空写真でイギリス軍降下予定地のアーネムから北東わずか15キロの地点に ドイツ装甲士団の展開が確認されたが、写真はすぐに廃棄された。さらに悪いことに、投入できる空軍輸送部隊は、輸送機1545機と発動機のない、輸送用グライダー478機で、必要輸送能力のほぼ半分に過ぎないことが判明した。そこで、作戦初日に2度の降下が要求されたが、整備の必要から拒否された。この問題は、 非常に大きく悪天候やあらゆるロスが航空支援能力をさらに低下させると考えられた。アーネムでは北にデーレン飛行場があり、降車砲の射程に入るため目標の橋の真北での降下は拒否された。別の降下地点候補は橋の南部にあったがそこは湿原であると考えられたため重量のある装備を搭載したグライダーが 着陸するには適さないと判断された。代わりに端から15キロも西の地点が選ばれた。オランダへ降下する空挺兵内名編へ降下する空挺兵マーケットガーデン作戦は成功裏に開始された。最初の降下は日中に正確に行われ、空挺部隊のほとんどは抵抗もなく、目標降下地点に到着した。この点は夜間降下により、 部隊が20キロ以内に散在したノルマンディー、上陸作戦とは大きく異なった。南部のアイントホーフェンに降下したマクスウェル D ・テイーラー、率いる第101空挺師団は、ドイツ軍の抵抗にはほとんど遭遇せず、容易にフェフヘルの小さな橋を占拠した。しかし一方ゾンでは、ドイツ軍の対戦車砲の前に進撃が遅れていた。同日遅くド15軍の攻撃で、 アメリカ軍は撃退され、部隊はゾンの南へ退避した。内面編には、ジェームズ・ギャビンの率いる第82空挺師団が降下した。町の南東に第505及び508連隊、南部に504連隊が降下している。フランフェの近くに降下した小グループは、マース川に架か,かる橋の確保に成功した。しかし、シュテデントが編成したドイツ軍防衛線は、 空挺作戦における降下地点の重要性を熟知していたため、内面編頭部のフロースバークの丘を必要に圧迫した。そのため、第82空挺師団の主力は同日中、丘の防衛に終始した。この丘は師団の補給降下地点であり、ここを空挺補に師団司令部やブラウニング中将の作戦司令部を展開するため、奪われるわけにはいかなかった。 また連絡の不良もあり、橋を確保する試みは同日遅くまで行われず、内面変はしは、依然、ドイツ軍の手にあった。北部アーネムに降下した A 第一空挺師団の空輸は、滞りなく行われたが、運悪く、グライダーに搭載されていた偵察ジープが降下の時点で半数以上失われ、残りはアーネムへの先導をしている途中で待ち伏せにあった。したがって、 アーネムの橋を確保するただ一つの可能性は、徒歩であった。さらに、輸送機の不足から手段全兵力の輸送は行われず、初日に降下したのは、第1パラシュート旅団と第1グライダー旅団のみで、あった。第1パラシュート旅団は、アーネムの橋の確保を担当し、第1グライダー旅団は、翌日の残余部隊のための降下予定地確保を担当することとなった。 A 第1空挺部隊によるアーネムの橋の確保は困難を極めた。第1パラシュート旅団の3個大隊のうちの2つは、たまたま高架地点付近に駐屯していた第16、装甲敵団訓練予備大隊、及び第 9SS 装甲士団、ホーエンシュタウフェンの一部の攻撃を受け進撃速度が遅れた。残りのジョンフロスト中佐に指揮された第1、パラシュート旅団、 第二大隊は幸いにも無防備な進撃路を発見した。途中にあった鉄道橋はドイツ軍に爆破されたが、19時半にはアーネムの道路橋に到着し、防御陣地を形成した。しかし、残りの二個大隊は後方から来た敵の増援により進撃が遅れた。よって、降下第二陣を待ち、翌日の再攻撃が決定された。ドイツ側は降下地点から、 アーネム周辺の防衛線として、クラフト少佐の残兵と第 9SS 機構士団を中核とした16の部隊をルートビッシュピンドラー新衛隊中佐が組織するシュピンドラー戦闘団として再編した。82空挺士団の高架空挺作戦は、その複雑さを考慮すれば順調な滑り出しと言えた。しかし、作戦は初日から重大な問題を抱えていた。 内名編とアーネムの橋は、ライン側の二つの支流にかけられ、南にかけられた他の橋とは異なり後兵隊による、架橋は、不可能であった。さらに悪いことに、A 第1空挺師団はそれらの橋の最北部、ニーダーライン側のさらに北岸に降下していた。内名編及び、アーネムの橋のいずれもが確保できなかった場合、A 第30軍団は降下した。 空挺部隊と合流する方法はなかった。1日目の終わりにアーネムは過労じて確保された。しかし途中の内命編は依然としてドイツ側にあった。さらに事態を悪化させたのはイギリス軍の無線機不調であった。イギリス軍の使用する長距離 VHF 無線機は誤った水晶を積んでいたため、送受信可能な周波数帯を作戦参加部隊では、 使用されていないものしか持てなかった。また、旅団間の通信に使われた短距離無線機は出力不足で電波が届かず、さらには周波数の設定が誤ってドイツとイギリスの公共放送のチャンネルに合わせられていたため、無線による部隊間通信が不可能になった。現場では航空支援を得るための通信だけでも確保しようと、 長距離無線機を修理する努力が払われたが、2機ある無線機のうち1台は敵の迫撃砲火によって破壊され、もう1台も通信不能で放棄された。これは使用する周波数に適合した長さのアンテナが装着されていなかったためである。これらの問題は通信装備の担当者に無線通信に対する十分な知識を持った者がいなかったためである。 通信不良に関する技術的問題については戦前から研究が行われていたが現場レベルへの教育は不十分だった。このためそれぞれの旅団は完全に離れて孤立した。さらにアーネムの A 第一空挺師団では通信不良から師団長のロイヤーカート少将が直接情報確認に出たところでドイツ軍の攻撃を受け、 民家の屋根裏に二日近く潜伏することを余儀なくされ、最も重要な作戦初期段階に指揮官不在の事態に陥った。作戦開始1日目の天候は良好で、特に午前中は非常に安定していたにもかかわらず、航空部隊には誤爆を警戒して、自己判断による攻撃の禁止が厳明されていたために、彼らはたとえドイツ軍と おぼしき地上部隊を発見しても地上からの指示がない限り攻撃を行わなかった。以後は作戦が進行するにつれて現地の天候が悪化したため航空支援は次第に困難となっていった。A 第30軍団は作戦開始時刻が13時であったにもかかわらず14時まで進撃を開始しなかったがその理由ははっきりしていない。先日からの空爆と 作戦開始前30分間の砲撃により、国境付近のドイツ防衛線は壊滅状態にあったが、進撃開始後すぐに、道路脇の残豪から対戦車砲の砲撃を受け、破壊された戦車が行く手を塞いだ。この抵抗を排除するのに、この駅講士団の数量の戦車と数時間を要した。午後5時には、照明が灯され、彼らは、依然アイント方面の15キロ南の地点、 バルケンスバールと似た。彼らはそこで野営することとなった。作戦はすでに遅延していた。ドイツ側にとっても事態はそれほど良くなかった。理由の大半は何が起こっているかはっきりしなかった点にある。偶然オースターベイクに司令部があったモーデルは戦略的に意味が何もないはずである場所に突然降下してきたイギリス軍によって完全に混乱し、 自らを誘拐しに来たゲリラ部隊であると結論を下した。一方の第 2SS 装甲軍団を指揮するビルヘルム、ビットリッヒ親衛隊中将は事態を明確に把握していた。彼は橋の防御を強化するために内命編に第 9SS 装甲師団の偵察隊を直ちに送った。オースターベイクの司令部からアーネム東部のドゥーティンヘムの司令部に避難してきたモーデルに対しビットリヒは 内命編、アーネムの橋の爆破を進言したが却下された。ビットリヒは、あ然としたが、いざという場合には、自分の責任において、内命編の道路橋を爆破しようと部下に、爆破の準備をさせた。アイント方編の北西、フィフトで指揮を取っていた出電とのもとには、墜落したグライダーから回収された重要な作戦書類、マーケットガーデン作戦の全計画が届けられた。 夜を徹して行われたテレタイプによる伝送により、マーケットガーデン作戦の全容は、オランダ中流ドイツ軍の中枢に完全に把握される、こととなった。アイントホーフェンのレジスタンスと、米大101空挺師団の兵士アイントホーフェンのレジスタンスと、米大101空挺師団の兵士アーネムでは、 未明にかけて、橋の南端を確保するための戦いが繰り広げられた。ジョン・フロスト中佐率いるイギリス軍降下部隊は、橋の南端を確保するため2回にわたり、突撃を試みたが撃退された。また、北端の居住区を占拠するイギリス軍に対して、ドイツ軍 SS 部隊が突入し、深夜から未明にかけて激しい白兵戦が展開された。朝には、 前日内名編に送られた第 9SS 装甲師団の偵察部隊は、アーネムの北端にイギリス軍部隊がいると連絡を受け、また内名編の橋の防衛には必要がないためアーネムへ戻った。アーネムの道路橋に差し掛かった時、彼らは橋のイギリス軍の火炎放射器とピート及び携帯武器による攻撃を受け、約2時間の戦いで約70名の兵員と22両の 車両を失い壊滅した。オースターベイクで足止めされていた二つのイギリス軍旅団はアーネムの橋の地点に移動しようとしたが新たに到着した第 10SS 走行師団によって撃退された。降下第2陣の A 第1空挺師団第4パラシュート旅団は発信地のイギリスのノームにより出発が遅れていたが午後にはアーネムに到着した。しかし降下地点は ドイツ軍の攻撃を受け増援は戦闘の真っ只中で行われたため失敗し、多くの兵員が失われ物資の大半はドイツ軍に奪われた。内命編の第82空挺次第も問題を抱えていた。クレーブはよく守られたが、ドイツ軍は内命編の東の丘に展開した米第82空挺師団の降下地点を攻撃し続けた。 午前には午後1時に到着予定であった、高架第二陣の着陸目標地点のうちの一つを確保した。全エリアからの高架地帯への反撃で午後3時には、同地帯の支配はドイツ軍の手に戻ったが、幸いにも、イギリスでの遅れにもかかわらず高架第二陣は午後2時に到着したため補給と増援は成功した。存強の確保に失敗した米第101空挺団は、 ベストから数キロ遠方の同様の橋の確保を試みた。しかしながら強固な抵抗にあい結局諦めた。この日の空挺補給は順調に行われたが、ビルヘルミナ運河にかかるすべての橋はすでにドイツ軍により爆破され、橋を確保する当初の計画は完全に失敗した。他の部隊は地上部隊と合流のため南へ移動し続け、 結局、アイント方辺の北端に達した。正午頃彼らは、A-30 第30軍団からの偵察部隊に遭遇した。彼らは午後4時に、南の本体と無線更新を行い存境の状況について、報告を行い、部隊を難化させるために仮設した橋が、戦車の重量には耐えられないこと、ベリー式仮設橋での掛け直しの必要性、前線への輸送依頼などを報告した。 A 第30軍団はすぐに、アイントホーフェンにつき、イギリス軍工兵部隊がゾン協付近に、ベイリー式の仮設橋を組み立てるのを待ちながら、その夜までに、ゾン協の南で野営した。アイントホーフェンでは、連合軍による解放を喜ぶ市民が、路上に溢れ、A 第30軍団の行く手を阻んだ。二日目の終了までに、作戦は36時間遅延し、 主要な両方の橋は依然としてドイツ軍の支配下にあった。この時点で第一空挺軍のほとんどは計画地点に降下しており、唯一の例外が3日目の遅くに第三陣として降下する予定のポーランド第一独立パラシュート旅団であった。オーステルビークの第一空挺軍からはフロスト中佐の部隊を支援するための別の試みがなされたが、 ドイツ軍の抵抗は強力なものだった。橋に到達するいかなる可能性もないように考えられ、派遣された救援部隊は街の西オーステルビークに防衛線を形成するため撤退してしまった。3日目の早朝にはアーネム橋の北端を占拠するフロストのもとに投降を呼びかける死者が派遣されたが、これは無視された。その間に橋にはドイツ軍の戦車が到着した。 午後にはティーガーがフロストの部隊が潜んでいる北岸の建物に対して直撃の距離から砲撃を開始した。午後5時に降下第三陣のポーランド部隊が最後に到着したが、ドイツ軍が待ち構える地域に直接降下し無線の故障で司令部に報告できず多くのポーランド兵が戦死した。同時に投下されたいくらかの補給物資の大半はドイツ軍の手に落ち、 第一空挺軍はその物資の1割しか回収できなかった。米第82空挺師団の行動はいくらかうまくいっていた。同師団は前進してきた第30軍団を発見しその朝に合流することができた。戦車の支援のもと彼らはドイツ軍を速やかに撃退し、協力して内命変橋を確保することを決定した。A、第30軍団この駅団と、 第82空挺士団505連隊は南から攻撃し、同504連隊はボートで溶かし北を確保することとなった。午後遅くにボートが要求されたが、南での交通渋滞によりそれらは翌日まで到着しなかった。第30軍団の戦闘車両は内面編橋の正面に展開した。米第101空挺師団はベストを確保するため、前日に南側に送られ、 新たな攻撃に直面し土地を明け渡した。しかしながら、イギリス軍の戦車が到着し、ドイツ軍は午後遅くに撃退された。その後パンターがゾーンに到着し、ベイリー峡に砲撃を始めた。しかし二両のパンターは新たに投下された、対戦車砲によって撃破され、橋は守られた。アイントホーフェンで歓迎を受ける連合軍アーネムでは、フロスト中佐の第一パラシュート旅団、 第二大隊は持ちこだえ続けた。正午近くに無線機が回復した。彼らは A 第一空挺師団の残りがドイツ軍を排除する可能性を持っておらず、A 第三十軍団が彼らの南、内面変橋の正面に釘付けにされていることを知った。午後までにドイツ軍はアーネム橋を完全に支配しており、フロストたちイギリス軍が防御していた家屋への砲撃を始めた。 師団の残りは、アーネーム製法のオーステルウィークに防衛拠点を形成し、A 第30軍団の到着を待った。内命編では、前日の夜に要請したボートが到着した。午後1時、イギリス本土の航空支援の予定時刻に合わせて、オールアメリカン第82空挺師団504、連隊の26層の手漕ぎボートは、機関重装車と迫撃砲の中とかを強行した。 このとかは戦士における最も勇敢な行動の一つとしてみなされた。彼らは貸しを確保し、ついで鉄道橋を確保し、北岸の基銃大座や要塞を攻撃し始めた。北岸の防衛が崩れ出すと、内面編道路橋南岸を確保していたドイツ兵も配送を始めた。南岸の A 第30軍団の車両は道路橋を重輪攻撃し、北岸の504連隊と交流した。 ビットリッヒの部下たちが設置した爆破装置はなぜか起爆せず、内面編橋は4日目にして連合軍の手に落ちた。アーネムの遊軍への道は確保されたが、A 第30軍団の車両は進軍を停止した。内面編からアーネムへの街道はオランダに特有の停止地帯に築かれた台上の道で、不評支援のない車両の単独走行は対戦車砲の格好の標的になる危険があった。 第82空挺師団の将兵は激行して即座の進軍を主張したが、A 第30軍団は安全を優先した。すなわち後方からの陸軍不評部隊の到着を待ち、不評支援を受けた上での進軍も選択した。その間にドイツ軍は町の東側の丘からの別の攻撃を組織した。アーネム橋を死守するフロストの部隊が救援される、最後の希望は失われた。 アイント方編では、第101空挺師団と様々なドイツ部隊との戦闘は継続しており、結局弾薬不足の車両を残して、数量のパンターの再突撃が道路を分断した。ドイツ軍の攻撃は激しかったが、5日目の朝にして、事態は連合軍側に好転し始めた。A 第30軍団は内名編橋を渡りアーネム橋で進行中の、 戦闘に向けて急いだがそれは遅すぎた。フロスト中佐の部隊は一握りの兵が二軒の家に立てこもり、彼らは持っていた弾薬のほぼすべてを使い果たした。最後の無線通信、弾薬が切れた神を王を救いた前は、折からの通信回線の不調により、友軍には届かず、ドイツ軍の通信手が傍受していた。結局フロスト中佐の第一空挺旅団、 第二大隊は降伏した。ちょうどその頃、悪天候で2日間遅れていたポーランド旅団の主力が到着した。ニーダーライン側の北部はすでにドイツ軍の勢力下にあり降下できなかった。したがってポーランド第一独立パラシュート旅団は新たな降下地点を川を横切った南方の湿地帯に選択した。降下は成功したが、イギリス軍と連絡を取る予定だった。 ドライエルの渡し船は作綱が切られたため下流に流されていた。その結果対岸の A 第1空挺師団との連絡手段がなく、新戦力の投入は浪費されることとなった。その間、A 第30軍この駅講師団の主力は内命編に留まっていた。彼らの南側は依然として脅威にさらされており指揮官は内命編前方への部隊の移動を拒絶した。 そして第43不評師団の担当ラインまで交代市外を奪取するため移動することを無線連絡した。彼らの後方には30マイルにわたる長い交通渋滞があり、第43不評師団は翌日まで到着しなかった。しかし、イギリス軍の砲兵部隊は十分に接近しており、オーステルビークの中の部隊と無線連絡を取り、 そして彼らに接近することを試みたドイツ部隊への攻撃を始めた。ドイツ軍の攻撃は以前道路沿いに続けられた。しかし、レインボー軍の優位は明白になりつつあった。ドイツ軍の攻撃は停滞し、イギリス軍と米第101空挺手段はより多くのエリアを確保した。ポーランド兵は特殊手段がなかったため、内米兵からのイギリス軍砲兵の砲撃とともに、 戦闘を雑視することを強いられた。同日の午後、2名のイギリス空挺兵がライン川を泳いで渡り、絶望的な状況を伝え、できる限りの支援を求めた。ポーランド部隊は薄いゴム製のボートを装備していたが、夜にはとかを試みることを約束した。この試みは、ドイツ軍の知るところとなり、砲火を受けた、結果第8ポーランド降下中隊のうちとかできたのは、 わずかに52名だけだった。この時点で、戦闘地域の大半は、連合軍の支配下にあったが、問題のすべては、A 第30軍団とニーダーライン側の北側に、あった。第43不評師団が到着すると、直ちに事態は改善され、この駅工師団は、アーネム橋の再奪取のため攻撃を試みた。一方ドイツ軍は、他の考えを持っており、 前夜に二つの混成装甲部隊を組織し、フェフヘルトグレーブ間の国道69号線の中間地点の両脇に配置した。彼らは攻撃を始め、一方では連合軍部隊が国道までたどり着き防御線を切断したが、もう一方では連合軍を停止させた。アイント方編、内命編の地獄の街道に対する独十五軍団の攻撃は激化し、 アイントホーフェ内ン内ヘン間の補給路が分断され、内面編が包囲を受けかねない状況の中、アーネムへの連合軍の前進は不可能であった。ドイツ軍はポーランド兵の動静を伺い、歌詞でイギリス軍から分断するのにその日の残りを費やした。イギリス軍はどうにか持ちこたえたが、両岸とも大きな損害を被った。ドイツ軍は南岸のポーランド兵を攻撃したが、 数量の戦車が A 第30軍団から到着し、ドイツ軍を撃退した。カナダ軍からのボートと航兵がその日到着し、その夜、ポーランド第3航海兵大隊の150名が、ニーダーライン側を溶かし、オースターベイクの A 第1空挺師団に合流した。南側では道路をまたいだ、ドイツ軍の攻撃が停止したが、道路は依然として分断されていた。 米第30軍団は、この駅講師団の一部を20キロ南に送り、再度道路を確保した。北側の部隊の残りは、アーネムから数キロの地点で、不評部隊を待ち続けた。なお、第82空挺師団の残余である、第325グライダー連隊は予定より、大幅に遅れて降下している。米第101空挺師団の降下ドイツ本国から、 到着した45両の t ィーガー2が戦線に投入され大量の砲撃支援を受けたドイツ軍部隊がフェフヘルの南で再び地獄の街道の分断に成功した。いくつかの部隊がその地域にいたが攻撃を食い止めることはできなかった。ドイツ軍は夜に向けて素早く防御拠点を整えた。この時点では連合軍にとってこれらの行動が どれほど危険なものであるかは明らかではなかった。しかし、マーケットガーデン作戦は中止され防御に切り替えられることが決定され、オースターベイクの A 第1空挺手団は撤退、また予定されていた降下はその夜取り消された。内命編の前線が新しい戦線として固定された。午後10時に A 第1空挺手団の撤退が開始された。撤退は、 ドイツ軍の防止を想定して、ベルリン作戦と呼ばれ、イギリス軍及び、カナダ軍の工兵部隊がニーダーライン側を14隻のモーターボートと多数の上陸集艇を使って渡火させ、ポーランド第三航海兵大隊が北岸を援護した。翌26日の早朝までに2000名が撤退完了したが300名が依然北岸にあり、夜明けからのドイツ軍の攻撃が撤退作業を停止させ、 結局彼らはドイツ軍に降伏した。A 第1空挺師団の1万名のうち脱出できたのは2000名であった。南方では新たに到着した A 第50不評師団がドイツ軍の確保する国道を攻撃した。翌日までにドイツ軍は排除され抵抗は終了した。ドイツ軍は撤退の際に大量の地雷を布設していったため、道路の安全が確保されるのに数日を要した。 回廊は安全になったがどこにも通じなかった。マーケットガーデン作戦時の北西ヨーロッパ破壊された内名変死外メモリアルとして残される25ポンド砲、ジョン・フロスト教教マーケットガーデン作戦に対する見方は2分される。アメリカの歴史家はモント・ゴメリーの傭兵を評価しない傾向にあり、一方イギリスの歴史家はアメリカ軍の貢献を評価しない傾向にある。 アイゼンハワーはその島でマーケットガーデン作戦に行う価値があったと信じた。コーネリアスライアンはアイゼンハワーの発言を引用する。あなたがイギリスで何を聞いたか知らないが、イギリス人はアメリカ軍の指揮系統を理解したことはなかった。私はイギリス人から賞賛の言葉は一言も聞かなかった。あなたもモントゴメリーのような人たちから賞賛の言葉を聞くことはないだろう。 しかし、アイゼンハワーは、このような見解を彼自身の胸に留め、戦争の終了まで明らかにしなかった。問題は、作戦がライン側支流、ニーデルライン側と R 側にかかる両方の橋を、占領、確保することを要求した点にあった。アーネムの橋の北端は過労時で確保されたものの、内名偏橋は、ドイツ軍の支柱にあり、A 第一空挺師団は、他の空挺軍、 地上軍と希望もなく切断された。内名編橋の選挙に成功しても、アーネム橋が得られなければ事態は好転しなかった。これは、ニーデルライン側を渡って、空挺部隊を救援する必要を示した。そしてこのような不足の事態に対して許可される、とか計画はそもそも存在しなかった。フェフヘルやクレーブなど、重要な橋の確保はその付近に降下が行われた。 場合直ちに容易に達成された。アーネムと内命編では、A 第1空挺手段や B 第82空挺手段の反日にも及ぶ徒歩や、その他の努力にもかかわらず、成功の可能性は、ほとんどなかった。ジョン・フロスト中佐の第1パラシュート旅団、第2大隊は、アーネム道路橋をめぐる戦闘で失われたが、アーネム橋が、唯一の渡下手段ではなかった。実際、 作戦計画の段階で、フェリーがドライエルで利用可能であることは確認されており、A 第1空挺師団を支援するために、計画の当初からそれを確保、使用することを想定していれば、救援作戦はより安全に展開されたとも考えられている。A 第30軍団司令官、ブライアン・ホロックス中将は、作戦の別の方針を求めた。 約25キロ西の例年にアーゲム橋に似た橋があり、その橋はドイツ軍の戦力がオーステールビークの防衛に振り向けられていたためほとんど無防備であるはずだった。実際その通りで第30軍団がその橋を攻撃すれば反撃を受けることなく彼らはオーステールビーク西のドイツ軍防衛ラインの後方を確保できた。しかしながらこの時までにドイツ軍の継続的な抵抗が行われ、 モントゴメリーはチャンスをつかみ損ねた。装備にも重大な問題があった。連合軍はドイツの装甲車両の配備が壊滅状況にあるとみなしていたため、降下部隊に十分な対戦車兵器が配備されなかった。しかし、ドイツ軍不評部隊にはパンツァーファウストやパンツァーシュレックなど強力な対戦車兵器が配備されていたため、連合軍の降下兵は ドイツ軍の装甲車両の攻撃に対して逃げるか、隠れるか、降下地点に設置した、わずかな対戦車砲の支援攻撃を要請しなければ、ならない状況であった。さらに、通信機器の不調により部隊は過去に孤立し状況の、把握が困難を極め、ドイツ軍の迅速な展開に対して、常に対処が遅れた。支援攻撃の要請や、 イギリス本土から飛来した航空支援に対して地上から支援要請を行えない不具合から後期を逸する不手際も発生した。また、連合軍がモーデル、ビットリッヒ、シュトゥデントといった有能なドイツ軍指揮官に直面したことを考慮すべきである。連合軍が奮戦した一方、ドイツ軍はそれ以上に奮戦し車両を撃破した。 モーデルが二つの重要な道路橋の爆破を禁じたことは結果として連合軍にとっては悪意に満ちた挑発行為となった。また旧後白への混成軍で兵器も旧式のものが中心であったにもかかわらずビットリッヒ、シュテデントの防衛戦は必要に降下地点に攻撃しかけ続け連合軍の空挺補給、増援を困難にした。アイント方変内命変換。 内命編アーネム間を結ぶ、ただ一本の道に、側面攻撃をかけ続けることは、A 第30軍団の進軍を妨げ作戦の達成をより困難にした。その中で、連合軍はことごとく悪い選択を行い、後期は無視された。グライダー連隊の指揮官は、アーネーム橋南部に着陸し橋を速やかに確保するための小部隊を要求した。このことは、アーネムで、 戦いの数勢を変更する可能性があった。フロスト中佐の部隊は南岸からの支援により橋は両岸で完全に確保できる可能性があった。イギリスではグライダー降下部隊である第52ローランド風評師団の指揮官イク食えルスミス少将がアーネム及びオーステルビークで苦闘するロイヤーカート少将の A 第1空挺師団を支援するため、 ブラウニング中将に出撃を懇願したがこれは許可されなかった。ポーランド第一独立空挺旅団のスタニスラフ・ソサボフスキー少将は夢中での危険にもかかわらず降下を申請したが、これも拒絶された。内命編の橋が脱出された4日目、米第82空挺師団の果敢な渡下作戦により、アーネムへの道が開かれた段階では、内命編・アーネム間のドイツ軍防衛線は、 全くの空白状態であり、また、アーネムの苦戦を知らされていた第82、空挺士団の将兵は、AA 第30軍団の即座の前進を確信していたが、この期待は裏切られた。慎重な進軍計画と無駄にされた時間は、ドイツ軍の再配備に費やされ、あとわずか十数キロに満たない遊軍への道を塞ぐ、結果となった。最後に、そしておそらく最も重要なことは、 オランダのレジスタンスが連絡将校の戦士によりアーネムで連合軍と連絡が取れなかったことである。数百人の十分に武装されかつ土地勘のあるレジスタンス投資は彼らの知識及びドライエルフェリーと秘密電話網といった二つの特殊装備で大きな助けとなっていたと考えられる。ドライエルフェリーはライン側両岸の戦力を統合することができた可能性が十分にあり、 秘密電話網はアーネムや内名兵をはじめとした重要拠点の連絡を可能にしていたと考えられる。後者は特に重要だった。皮肉なことにレジスタンスによって交換所が占拠されていた一般電話回線網は戦闘地区全域において通話可能な状態で維持されていた。つまり無線通信に頼らずとも民家の受話器を使いさえすれば 最高司令部に戦況を伝えることは可能であった。結局、モントゴメリーは、マーケットガーデン作戦を90%成功したとし、私の偏見的な見方では、もし作戦が当初から援護され、十分な航空機、地上兵力、そして遂行するのに十分な資材が与えられていたなら、私の失敗や悪天候、アーネム地域に存在した第二、 SS 装甲軍団にもかかわらず成功していたであろう。私はマーケットガーデン作戦を擁護することを後悔していないと自己弁護した。しかし、オランダのベルンハルト王子はコーネリアスライアンに私の国にはもう一度モントゴメリーの言うような大成功を実現させる余裕はないと語った。モントゴメリーは作戦の被害をアイゼンハワーに正確に報告しなかったが、 詳細が明らかになるにつれ彼を二度と信用しなくなった。アイゼンハワーは、モントゴメリーに対して最低限の戦略目標であるスヘルデカは、川口池北岸のドイツ軍の排除と、アントウェルペン港の解放のみを命じた。戦いは12,873名もの兵士の戦勝、戦死を出しながらも11月8日に成功し、総会されたアントウェルペン港を経由した、 補給路は西部戦線に新たな補給を開始した。しかし、西部戦線はマーケットガーデン作戦の失敗により完全に停滞し、1944年冬のバルジの戦い、翌45年の春の目覚め作戦を経て、3月にレマーゲン鉄橋の確保に成功するまで連合軍はライン川を越えることができなかった。なお、アーネムの橋は、 作戦後に連合軍の爆撃によって破壊されるが、戦争終結後速やかにかけ直された。奮戦したフロスト中佐に敬意を払い、当時のままの姿で復旧した上で、ジョンフロスト教と解明され現在に至っている。ありがとうございます。